私もそう思います。嘘ばっかり。俺初めてこれユーノス乗るんだけど、どんな車だか全然わかんないですけどね。でもなんか楽しいですよね、こういうのも。一番ね、多分ね、初心者の人が楽しむのは一番こういう車で、あのダートとか走るのが一番多分壊れないしいいかなという気がしますけどね。これがだってインプレッサとかだと、インプレッサランサーだと、もう最初の1コーナーまで120キロくらいちゃうんで、多分いい加減危ないですよね。コドライバーいませんけど大丈夫ですか？あ、大丈夫です。道覚えてます、なんとなく。全く音がしなくなったら助けに行くんで。いや、そういう感じじゃないんですけども、とにかく今は目まぐるしく来ることに対応するだけでいっぱいいっぱいです。はい、さっきよりはもうちょっと速く走りたいです。はい、ラリーの時もそうです。こういう山の中走って、ああ、アイスアップに向いてなくなるほど。あ、なるほど。私なんかだったらアンチラグが、はいはい、このままってアンチラグかかってるんですよ、やたら遅いから。食べれないで何も。新井さんの9秒台に近づけるように頑張ります。じゃあそこ狭めときます。いや最後の1本です。はい、全く自信ありません。はい、でも自己ベストは出したいな。